はい、どうもこんにちは。プロドローンインストラクターの橋本優です。今日は雪山でドローンを飛ばして撮影をしたいと思います。あそこの山頂、上州前穂高山山頂、2080だか2040だかですね、そこまで登ってドローンを飛ばしに行きます。はい、スキー場山頂に着きました。それでは登っていきたいと思います。その前に滑る格好なので登る格好に変えていきます。トリガーを設定して、いつも開けるようにしてから登っていきます。滑る前からなんでやっとくかっていうと、最近は登ってる上から登ってるラインの上を滑ってくる人がとても多くなったので、そういう人を拝めても仕方がないので、僕の場合は ABS で体を守ろうと思って登りの時からABS のセットアップをします。 ABS のエアバッグのトリガーはストラップの左側にあります。これを股の間に通して、雪崩が起きた時にバッグだけ引っ張られて首を締めないように、またでもホールドするってやつですね。これもしとかないとちょっと怖いので必ずします。今日の板は、ブラッククローズ、よいしょ、ホームスフリーバード 188.1 です。はい、少し登ってきました。これからは少し水平面、等高線に対して直角に近い形で登るところもあるので、ヒルクライムサポートというのをつけてやっていきます。ちょっと暑いのでサングラスにします。サングラスにしないと、メガネがゴーグルが曇っちゃうんですね。4分の1くらい登ったでしょうか。よくスキーシール登るためのものですね。ご飯用のスキーシールをすると簡単に登れると思いがちなんですけども、スキーシールは確かに食いついて登りやすくなりますが、こういった斜めのところとか接節面積が減るとですね、ずーっと登らなくなります。クランポンをつけます。僕はどんなとこでもカッコつけてるわけじゃなくて、ズルズル滑るとめちゃ怖いです。よいしょ、それでも今日暑いですね。よいしょ、はい、前穂高山頂です。
と面白いんだよね。オグナの実とこ、ミコとオグナの実